なんかどんな感じなのかな。どんなとかな。昔からの繁華街があったのは分かりますね。純喫茶って名前ですもんね。こんな感じになってんだ。久しぶりだ。こんなの久しぶりだ。シアターもやつ見てるし。こっち行った方がいいんだっけ。こんな感じでね。本当にしまったんですね。受けてきましたけど、よいしょ。ここ抜けたら気持ちが落ちてるみたい。そう、ちなみにゲップに行こうと思ったらあれですからね、もっとここから回ってた方がいいですからね。もう完全に富士山から伊勢市駅に直接行くとき、こっちの方が早いかなんですけど、そんなに動きないですからね。ここが来たらそれはね、基本的にはお伊勢さん参ります。本当そうですかね。よっしゃ、ズボン回ってんで。よし。こんなが取れたんで、
さあ、伊勢市駅の方まで来ました。あっという間ですね。ここはもう本当に歩いたことが早いレベルですからね。よいしょ。どうしても、結構今、ちょっと重いですからね。今日も、しちゃって、伊勢市駅から、そこでしょうか。何があるかな。次は、13時近鉄もあるんですけど、近鉄もここの案内は出ませんからね。13時21分、20分あるか。さあ、ということで、席もね、確保しましたので、これで、ね、やはりね、本でそうでしたね。あのね、20分後ですけど、もうね、切符がね、あと、これを除いてきたとき、最初期、いつか空いてなかった。状態です。相当多分飛んでますね。だから多分合わせないですよね。で、もうね、この後の12時から15時台の解説には、もうね、成績、もう、もう残ってませんってなってたんで、全部も指定席は売り切れちゃってるっていうぐらい、またこれも大混雑が予想されますんでね。で、そう。これはね、指定席券だから、こちらは、次に借りとこう。入ってこっちとかやると、この場合はね、フリーパスだけ入れれば大丈夫ですからね。よいしょ、こんな感じ。特許を入れずにね、フリーパスだけ入れれば、スッと取れますよ、と。で、こっちでいいよな。23時21分は、一番乗り場よね、大丈夫。よいしょ。飛行車やから、残業してないよな。飛行車。そういえば、名古屋まで帰ってました。もしかしたら、クーナーで降りるのかもしれないんですけど、両一緒なんでね、もしかしたら、名古屋まで今日は乗るか
微妙なんだよな。15時6分。養老鉄路回ろうかな、どうしようかなって迷ってたんですけど、まあ、ひとまず夕飯名古屋で、名古屋あたりちょっとプラップして、それで降りてもいいかな。